日本陸軍鉄道連隊 K2 型蒸気機関車。日本陸軍鉄道連隊 K2 型蒸気機関車。日本陸軍鉄道連隊 K2 型蒸気機関車は、かつて陸軍鉄道連隊に在籍していた蒸気機関車である。日本陸軍鉄道連隊 E 型蒸気機関車の造備車として製造された軸配列0から10から0系の 600mm 機関用サイドタンク機である。 甘宮製作所などの他社との競争施策で、設計製造された K1 型に続いて、川崎車両で設計され、主にソマン国境への配備を目的として1942年に、ノース101から115、1943年に、ノース116から135、1944年に、ノース136から146の合計46両が、 鉄道連帯向けとして、同社で製造され、さらに、これらとは別に、陸軍技術本部の発注により、運転台機器や、サイドタンクなどの配置を、左右反転させた形の試作車であるナンバー200が1943年に、やはり、川崎車両で製造されて、全47両が出揃った。先行する E 型などと共通の軸配列例から、 10から0型で 600mm 機関向けの飽和式、短式二気筒サイドタンク機である。試作機にあたる、K1 型では、E 型と同様、15.0トンあった自長を、溶接構造の多様で12.5トンと2.5トン、減量することに成功し、また、K1 型では、E 型の輸入当時と同等のボイラー中進行であったものを、改造後の E 型に合わせて引き下げている。 ルッターメラー式、コッペルギアシステムを採用した E 型と異なり、1890年に開発されたクリン、リントナー式と呼ばれる特殊かつ複雑な道、軸誘導機構を特許有効期間が終了したことを確認の上で採用してあり、さらに主導輪である第三導輪をフランジレスとすることで E 型同様に曲線通過を容易としている。外観上は、 全下方視界の確保のためサイドタンク全部の上辺が斜めに書き取られた C11 型などの国鉄正式タンク機関車や同時期の各社生産業機関車と共通する造形となったのが K1 型との最大の争点であり運転台前後の窓も工作の簡易化を考慮して通常の四角形の窓になっている。またリベット組み立てを廃電気溶接を多用しているため サイドタンクや運転台など多くの部分が平滑外観となっているのも特徴の一つである。これらは初期政策の重量が満州中流の鉄道連隊各部隊に配備されて、ソマン国境などに付設された野戦軽便鉄道で使用されていた。これらは第二次大戦後は現地に放棄されたため、その後の消息は定かではない。これに対し、以後に落成。 納入された車両は、海上輸送手段の喪失で内地に残留を強いられ、その後戦時中から戦後にかけて、隠し鉄等へ払い下げられて離散した。戦時中には、まず、常磐丹田の有力炭鉱であった、大日本炭鉱へ、ノース1 1 2 1 1 3 1 2 9 1 3 0一3 1 1 3 3 1 4 4の7両が、払い下げられた。これらは、 全くの無改造のまま、上磐線の名こそから出走炭鉱までの 4.1km を結ぶ、同社専用線で1957年3月の 609mm 期間から 1067mm 期間への改め期まで主力機として徴用された。次に、軍需物資である亜鉛、鉛、銀などを採掘していた上岡鉱山と国鉄線を結ぶ。 貨物輸送手段であった上岡軌道へ払い下げられたノース115.116の2両は同線が 610mm 機関であったことから車両限界に干渉したキャブ以外ほぼ無改造で使用され多動軸協力機としての本来の性能をフルに発揮したもっとももともと内燃動力前提で計画建設され商談面のトンネルや 落石予けのシェットが多かった同線での蒸気、機関車運用には問題が多く、戦後燃料事情が好転すると、他の新生投入機と共に直地廃車となっている。さらに、佐賀県宅市にあった明治工業宅工業所には、ノース118.11920の3両の、K2 型が払い下げを受けて使用された。このように、戦時中には、炭鉱、 鉱山などの戦略物資輸送に使用される2フィート機関の鉄軌道への払い下げが実施されている。一方、有給状態となっていた他の内地残留系通型のうち16両について国内の工場を引き込み線での使用や現在の貨車移動機に相当する入れ替え機としての運用を目的として 1067mm 機関への改造工事が戦時中に実施されている。 この改造工事では、国鉄工作局動力車課で、その詳細設計が行われ、改造工事は土崎、長野の二工機部が担当した。この改造においては、動輪誘導機構を撤去の上で車輪を大枠の外側に出して、通常の内固定大枠構造に変更。さらにはこれに伴って、影響を受ける基礎ブレーキ装置の改造などが実施された。 改めて後の K2 型の工場引き込み船への払い下げ例としては、クレハ科学工業が常磐線なこそ駅から自社金工場までの 3.3km の専用船で1961年まで使用したナン、no. バー135が知られている。こうして改造された 1067mm 版 K2 型のうち、戦後千葉の陸軍兵器補給所千葉支所などに、 残されていたグループの一部は、西武鉄道、小港鉄道などに払い下げされた。もっとも、600mm 期間のままの E 型とともに、ノース136.13940と3両の 1067mm 版、K2 型の払い下げを受けた、小港鉄道では、道輪系があまりに小さく速度が出ないことから、本線運用には使用できなったとされる。 こうした改め期された K2 型のうち K2121 は流転を重ねた末長らく国鉄土崎工場に保存され各種装備などほぼ改め期当時の状態を保っていたしかし国鉄の分割民営化後いつの間にか解体処分された一方西武鉄道へ払い下げられ K234 は一時保管された後にユネスコ村で 生体保存された。だが1990人の同村閉園のため、同期に園の深い千葉県奈良市の市に引き取られ、同市の津田沼一丁目公園に移設された。こちらは一部部品の欠品はあるものの2012年、現在も同地に保存され、日本国内に現存が公に確認されている、唯一の軽通型となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。